ジム・ケラーはアメリカ合衆国で活動するマイクロプロセッサーエンジニア、マイクロプロセッサーデザイナー。1980年にペンシルバニア州立大学で電気工学の学士号を取得。ハリスコーポレーションで光ファイバーやマイクロプロセッサー基板の設計に携わる。1982年デジタル・イクイップメントコーポレーション社に移籍。バックス八千八百。 アルファ21164とアルファ21264などの開発に携わる。1998年、AMD に移籍。同社ではアスロンの開発を支援。同プロセッサではアルファ21264で使われた EV6 バスがライセンスを受け採用された。アスロン64ではリードアーキテクトを務めた。 ハイパートランスポートの仕様と X86 から64プロセッサの命令セットの共調者。1999年、シバイトに移籍。1ギガビット毎秒と高速なネットワークインタフェース向けに MIPS、ベースプロセッサの設計を行う。2000年11月、シバイトはブロードコムに買収され、そのままチーフアーキテクトとして勤務。2004年、 PA セミに移籍。低電力、モバイルプロセッサーを専門とする会社でエンジニアリング部門の副社長として勤務。2008年に同社が Apple に買収されるとそのまま移籍。iPhone や iPad のプロセッサーである Apple A4 と Apple A5 の設計に関わった。また MacBook Air の使用決定に携わった。2012年8月1日、フルスの AMD に移籍。 AMDK12、全マイクロアーキテクチャの開発に携わる。2016年2月、自動車会社のテスラ社に移籍し、自動運転のハードウェアエンジニアリング部門の副社長に就任した。2018年4月30日、インテルに移籍し、ソークの開発など、シリコンエンジニアリング全般を指揮する上級副社長に就任。2020年6月11日、 インテルを辞任。辞任後6ヶ月間は、インテルのコンサルタントを務めることに同意した。2020年12月、AI プロセッサを開発するテンストーラント社に入社。2021年1月に、社長兼 CTO 兼取締役に就任。ありがとうございます。